間忘れちゃうくらい楽しかったです。そう、1時間勘違いしてましたというわけで、改めて初めてのオンラインおしゃべり会、もうね、すごくすごく楽しかったです。ありがとうございました。もうすでにこうやってコメントねしてくださってる皆さんも、さっきお会いした方ばっかりでね、楽しかったですね。ありがとうございました。はい、そうですね、おしゃべり会、まあ今回やってみての話をね、結構いろいろできたらなって思うんですけどね、本当にさ、なんか始まるまですごい不安だったんですけど、すごい不安だったんだけど、なんか始まっちゃったらもう次々にこう知ってるファンの皆さんがこう画面上に現れてそうで、なんかこう握手会もねずっとやってなくって、なんか感覚みたいなのを忘れてるかなって感じだったんですけど、もうなんかお会いしちゃえば勝手に話が出てくるなって感じかな。本当にあっという間でした。うん、結構皆さんは何が不安だったかな、まあ、実際にやってみた方は何が不安だったかな。はじめましてと久しぶりは、あーでもはじめましての方ももちろんいらっしゃったんですけど、久しぶりの方が多かったかなと思います。うん、本当にね久しぶりなのでね、みんな本当に久しぶりなんですけど、回線とイヤホン、まあタイムラグ、確かにね、声が届いてるか不安だった。うん、確かに、こっちでやってみた感じは本当にまあそのファンの皆さんの通信環境っていうか、そのやってくださってる場所によるんだと思うけど、音の問題は、まあ、たまにあったかな。そのイヤホン、なんだろう、イヤホンしてなくても聞こえる方もいらっしゃいましたね。全然聞こえたけど、あとねちょっと気になったのは、Bluetooth、 こうなんかいわゆるつなぐ系、なんていうんだろう、線じゃないやつ、ワイヤレスか、ワイヤレスのイヤホンだとちょっとなんか音が途切れ途切れになったりするかなっていう感じはしたかな。多分別にあれなんですけど、なんかどっちが安心かってなったら、多分線がついてるマイク付きイヤホンの方がこうやりやすいっていうか、まあ安全安心みたいな感じなのかなって。そう、なんかそのおしゃべり会すっぽかしましたそれはでもしょうがない、また次回お楽しみに。はい、なんかね、その、まあ、ワイヤレスのやつだとやっぱりそれ自体も回線をつないでやるものだから、そのワイヤレスのイヤホンよりは線がついてる方がいいんじゃないかなって感じはしますね。うん、有線でも機能しなかった。あ、でもね、線、そうね、それはまあイヤホンの問題なのかな。うん、まあね、確かにラグは、でもタイムラグは多分それこそその環境によると思ってて、その配信環境によってはまあ長くなったり短くなったりはあると思います。でもまあある程度はやっぱり何してもしょうがないと思う。やっぱこう直で話してるわけじゃないから、うん、そのまあ環境にもよってそれも前後すると思うけど、うん、って感じですかね。
自分のチャンネルでマイクテストできるおらしいです。ぜひ参考にしてみてください。2枚でも楽しめる。あ、全然あのね、感覚としては本当に普通の握手会よりも全然喋れるっていうか、まあ、長い、まあ、喋れるかどうかはそれこそそのラグの感じによると思うけど、全然1枚でも会話できると思います。うん。でやっぱり1部と2部今回やったんですけど、1部は結構、まあ、初めてっていうのもあってあーって感じな部分あったけど、2部は結構ゆっくりお話できたなっていう印象です。まあ、参加してくださった皆さんもこう枚数まとめてくださったりとかしてたのかなって思うんですけど、なんか1部よりはやっぱり2部の方が落ち着いてお話できたかなっていう感じ。うん。2枚だから挨拶だけと思ったけど意外と長かった。そう、全然お話できます。1枚でも全然話せるから。そう、そうですね、全然会話はできると思います。1枚で会話のキャッチボール3回くらいはできた感じ。ああ、なるほどね。まあそうかも。うん。でもなんか私がやってみた印象としては、やっぱり私もね、まあ、緊張はしてるんですけど、こうなんだろう、まあ、だんだんさ回数を重ねていくとさ、まあ、なんとなく感覚がつかめてくるし、握手会の感覚を思い出してくるんですけど、やっぱりファンの方ってこう順番待ちがさ、こう人数がどん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 変わってだんだん近づいてくるまですごいドキドキするじゃないですか。で結構始まるのが急なんですよね。そのなんだろう、何人待ち何人待ちっていうのが、まあ、だん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 変わってって、で一人待ちとかになって、まあそれも、まあ、よるんですけど、パッてすぐ変わっちゃうこともあれば、その一人待ちで意外と長かったりもまあするんですけど、でも急に結構切り替わるんですよってなった時に、あの私がじゃあ画面でパッてファンの方が映った時に、なんて言うんだろうな、結構お急に始まっちゃったみたいな感じ、ファンの皆さんがそういう反応の方が結構多かったかなっていう感覚があったので、なんか画面が切り替わったらメンバー側から喋った方がなんか会話が始まりやすいのかなっていう感覚もちょっとあったかな。どうなんだろう。なんかまあそれはメンバー側が意識することだと思うけど、なんかこっちから話し始めた方が意外といいのかなって思いました、うん、でね、カウントダウンがねこっち側にはなくって、ファンの皆さんは3、2、1って始まると思うんですけど、メンバー側はなくって、そうないんですけど、あのね、なんかねコメントみたいな、なんかさ LINE ライブを、まあ、LINE ライブを使ってやるので本当に同じ画面なんですけど、 LINE ライブ皆さんまあ見ていただいたら分かると思うんですけど、こう下からコメント流れてくるじゃないですか。その下からのコメントのところに何々さんとのコラボ配信が開始しましたみたいな感じで出るんですよ。そうだからそれであの名前がね出るの。だからあの次どのファンの方かなっていうのが分かるので、そうで、その名前は多分 LINE ライブに登録されてる名前、ユーザーネームみたいな感じのだから、そこを例えばメールの返信で普段使ってるニックネームだったりとか、そのまあショールームの名前だったりツイッターの名前だったりとかにしておくと、こうメンバーがあの名前を分かるし、なんかその画面が切り替わる前になんとかさんとのコラボ配信が始まりましたって出てから画面が変わるんですよ。だからその名前を見てこう、まあ、顔と名前が一致してるファンの方だと、まあ、いわゆる初めましてじゃないファンの方とかだと、あ、次この方だってちょっと分かる。だから握手会で言ったらちょっと後ろレーンの後ろからその方が見えてて、あ、次の方この方ねっていう感覚かな。そう、
だからメンバー側は321のカウントがないんですけど、その分あの名前がパッて見えてから画面が切り替わるので、だからこっち側はむしろなんか準備しやすいのかもしれない。ファンの方の名前が一回見えてから分かるから、そうそう、なのでね、そこの名前、メンバーが分かりやすいように名前変えておくといいと思います。そう、 LINE ライブの登録の名前のところかな、そうなんです。だから結構分かりやすかったかなと思います。フルネームで出るっていうよりか、本当にその登録した名前、もうニックネームならニックネームだし、そう、メンバーごとに名前変えるファンのいやだからさ、そのいわゆる初めまして詐欺みたいなあるじゃないですか、なんか握手会でさ、でさ、初めましてはじめましてだっけみたいな感じになるじゃないですか。なんかもうそういういたずらをし始めるファンの方いらっしゃるかもしれないですけどねでもまあそこの名前をちゃんとメンバーが把握できる名前にしておいた方が絶対にいいのかなって思いました、うん、名前にトークテーマ加えても、ああ確かにね、なんか何について話したいかとか、うん、確かに。あとなんだろうな、あ、画面が映らない時が何回かあったんですけど、それは多分その LINE ライブそのインストールする時なのかな、カメラの設定をオンとかにしておかないと、あとまあ多分マイクの問題もそれと一緒だったりするのかな、その多分設定問題、カメラをオンにしてるかとかマイクをオンにしてるかとかで実際やってみた時に画面が映らないとか音が入らないとかそれはあると思うので、そう、そこの許可のところを確認しておく必要はまああるのかな、うん、そう、やっぱりさ、せっかくさ、やっとこう順番をさ待ってさ、やっと自分の番が来たってなった時にさ、画面が映らないよとかさ、音が聞こえないよってなったらやっぱり寂しいから、うん、それはどうやって、多分ね、設定でわかるんじゃないかなと思います。うん、でもなんか自分が思ってたよりもこうスムーズにできたというか、そう、すごい楽しめましたね、うん、本当楽しかった、うん、あとはそれこそそのさっき話した名前が見えるから、その今まで劇場では何回かお見かけしたことあるけど名前わかんないなとか、なんかSNS とかそのメールの返信とかよくくださるけどまだちょっと顔と名前が一致してないんだよなみたいなファンの方とのなんか顔と名前を一致させることができるかなと思ってて、なんか握手会とかでもさ、こう実際お会いするけど例えば名札をつけてくださってたらね、顔と名前一致しやすいと思うし、あれだけど握手会でさ、こう名前ってあんまりわかんないじゃないですか、その名乗ってくれたりとか名札つけてない限りは握手会でも分かんないから、なんかそういう意味では顔と名前をこうちゃんと一致させることができるかなって思います。忘れられてないか不安です。大丈夫ですよ、大丈夫、うん、そうだね、名乗ったことないです。だからそういう方とはそう顔と名前一致できるかなって思います、うん、そうなんだよね。
あ、そう、あ、でもね、そう、メンバー側からっていうか、その何枚とか分かんないんですよ。ファンの方がじゃあ何枚、なんかさ、握手会だとさ、そのレーンのとこについてくださるスタッフさんがさ、何枚ですとか言ってくださったりするじゃないですか。でもそういうのが 今のだと分かんない、まあ、これからいろいろね、システムとかまたこう工夫してくださって分かるようになるのかもしれないけど、今現状では分かんないから、何枚ですファンの方が、まあそうなんだけど、でもじゃあそれを言ったところで、なんか1枚あたり何秒とかがそんな分かんないっていうか、話してたらもう話しながらさ、自分でタイマーとかも使ってるわけじゃないから、なんかあんま分かんない、その何枚だよって言われたところで、まあ、分かんないものは分かんないんだけど、でもあの、なんだろうな、例えばじゃあいっぱいお話ししたいって思った時に、その1枚分しかないのに話したいって思った時と、その何枚だよって言われたら、あ、じゃあこれぐらいの内容なら話せるかなみたいな、そういうなんとなくでは分かるから、その何枚だよって言っていただいた方が分かりやすいのかもしれないですね。うん、その何枚だよって言われて、分かった、じゃあ全部で何秒だねみたいな、そこまで分かんないからあれだけど、その話したいこと、なんかさ、結構その握手会みたいに剥がしっていう感じじゃないので、もうブスッて切れちゃうんですよ。でそうなった時に結構会話の途中で切れちゃう方が結構多かったので、そのなんだろうな、あと何秒みたいなのが出ないから、その本当に間もなく終了しますっていうのが上から出るだけなので、残り何秒っていうのが分かんないから、新しい話題、例えばその結構今日多かったのは、センターおめでとうって結構皆さんが言ってくださってありがとうございますって、まあ、言うじゃないですか。その後じゃあセンターおめでとうの後に、まあ、他の話題をやろうとした時に、なんかそれ伝えてる途中で終わっちゃったりとかっていう風になるんだったら、なんか最初に何枚だよって分かった方が、そのあ、じゃあそれぐらいの秒数だったらこの話題くらいならいけるかなみたいなのは分かるかもしんない。うん、そうですね。でも、まあ、難しいよね、うん、まあでも何枚だよが、例えばその枚数が多いのだったら、あ、じゃあちょっとゆっくりお話できるなって、なんか余裕を持って話せるのかなってって感じはします、うん、何往復できるかな。あ、そうね、でも結構、まあ、さっきぶりみたいな方は多かったかな。お、すごい多いわけではない、まあその普段の握手会に比べたら全然少ないけど、その一部の中で2回目とかの方も結構いらっしゃったので、まあでもしっかりお話しするならやっぱりまとめての方が、まあ、話せるかなとは思いますね、うん、そう、一応ループはできると思います。ループしてくださってる方は実際にいらっしゃったので全然できるんですけど、まあ、しっかり話すんだったらやっぱりまとめての方が話しやすいと思います、うん、最高何枚出しだったかはだから分からないんですよ何枚かが分かんないから、もう体感で、あ、ちょっとまあさっきの人より長いかなとか、まあ、そんな感覚ですね本当に、うん、スマホを手に持たないスタイル、あ、どうだろう、まあ置いてる方が安定するかもしれないですけど、まあ手持ちの方がね、こうもしかしたら顔近くで写せるのかなっていうのもあるし、まあそれは全然自由かな、うん、
ホルダーあった方がいいかどうかはもうファンの皆さんが、例えば本当にね枚数が多くて長いってなった時に手で持ってるのはやっぱしんどいと思うので、そうなったらねやっぱスタンドあった方がいいと思うし、うん、まあそれはもう皆さんの感覚でしかないちょっと手で持つの大変だなって思ったら、おしゃべり会のためにスタンド買った。いやでも本当に、まあ、あった方がね楽、皆さんが楽なのかなって思います。こう見る側私とは全然手持ちでもあのスタンドでも特に変わりはないかなと思います。緊張して手が震える。そうだね、そうなったらやっぱり置いた方が楽かもしれないですね。そう縦です。ショールームはね横なんだけどね、そうなの縦です。あ、そうでもその縦でやるんだけど、さっき言ったみたいにコメントがこう下から流れてくるから、そのまあ LINE LIVE の画面を思い浮かべていただけたらわかるんですけど、こうまあコメントね押せば消えるんだけど、あのやっぱりその名前を見て、あこの方が来るなっていうのを分かるためにこうコメントを表示したまんまで結構やっちゃうので、そうなるとこう画面のさ下の方にねあの自分が映るようにしてると結構こうコメントが重なっちゃったりとかするので、こう縦にあの画面縦にするじゃないですかってなった時に、気持ち真ん中より上に自分が映る方がもしかしたら分かりやすいかなって感じはします。そのだから下の方にファンの方がこう例えばいらっしゃった時に、こっちからそのコメントを消せば全然見えるので、あのそれは問題ないんですけど、あの誰のコメントってあの文字をね打つわけじゃなくて、なんとかさんとのコラボ配信が始まりましたとかそういうやつです。そうそうそう、それがもう常に流れてるので、ってなった時にこう自分は真ん中より上にいた方が見やすいのかなって思います。まあ、通知みたいな感じですね。そう、そうなんか紙に書いたものとかもこうなんだろう見えやすいところにやった方が、でもそれ難しかったら全然こっちからコメントを消せばいい話なので、そう、だからまあそこはそんなに意識しなくてもいいですね。でもそうやっていただけた方がありがたいなっていうのはあるけど、顔見られなくてもいいからそうなったらこっちからコメント消してしっかり見るんでそう気持ち上の方がいいかもしれないね、うん、紙に書いたもの全然出して大丈夫です。それこそ、まあ、もしも音が聞こえなかった時とかに、まあ、怖いなって思ったらこう出して筆談みたいなのもまあできることはできるので、結構テンパるじゃないですか。こう実際にね画面にメンバーが映りました、よしやっとできるってなった時に、あのごめん音があんま聞こえないって言われちゃったらやっぱテンパるじゃないですか。そうなった時によしみたいな音が聞こえないならはいみたいなのができた方がねこう楽だなって思うんだったら、まあ、そういうの用意しておいてもいいと思うし、そうそうそう、まあ、それは一つの案ですよね。何かトラブルがあった時のために移せるように会話を何とかして伝えたいみたいな。かぶり物あり、かぶり物のそのものによると思うけど、その多分顔が隠れちゃったらダメなんだろうけどね。猫ちゃん見せても大丈夫、大丈夫、猫ちゃん見せてくださった方いらっしゃいました。
あとね、結構ポスターとかもたくさん貼ってくださったり、生誕 T シャツ着てくださったりだとか、うちわ出してくださったり、あとね、生写真出してくださる方が多かったですね。あのシャーベットピンク発売記念のそのサイン入りの生写真を、こう生写真届いたよありがとうって見せてくださる方がすごい多くて、あ、こっちもこうしっかりね書いたものが、あ、届いたんだなっていう風になって、そう嬉しかったです。で、ね、その文字を見ると、生写真、まあ、手書きでね文字書くじゃないですか、あの、なんだろう、ファンの方のお名前とか。でもそれは別に反転してなかったので、多分普通に写しても文字は反転しないと思うから、それこそさっきの非常用の例えばスケッチブックみたいになった時に全然文字反転しないので、それは大丈夫かなと思います。あとなんか、これはどうみたいなのあります？私がやってみての、なんかもう私の感覚でしかないんですけど、今から話せることってなんかあります？飲み物で乾杯しても大丈夫、大丈夫なんじゃないかな、全然。音はね、本当にそのマイクの問題だと思うから。車の中で知ってた方、あ、いらっしゃいましたね。うん、やっぱちょっとお家の中だとね、ご家族の方とかいらっしゃるのかな。車の中の方も結構いらっしゃいました。でも車の中だと結構暗いかもしんない。そのだから明かりとかを気をつけていただいた方がいいかなって思います。なんかその車の中とかで暗すぎて映ってないのか、そもそもなんかカメラの設定がオフになってて画面が映ってないのか、なんかもうその真っ暗度が分かんなかった。これはカメラの調子が悪くて映ってないのか、それともめっちゃ暗闇の中でやってんのかなみたいな思いました。だからやるなら明るい場所がいいかもしれないですね。初めてですけど大丈夫、全然大丈夫です。今回も結構初めましての方いらっしゃったので、うん、そう、あの画面が映らないトラブルっていうか、まあその多分ファンの皆さんのそのカメラの設定かな、多分オフになっちゃってたのか、そのカメラが映らないっていうことがまああったんですけど、もうそれはねラジオみたいな感じですよ。もういかにそのなんだろう、例えばこう結構さ、ファンの方とさこう会って、あ、元気そうでよかったみたいな感じになることが多かったんですけど、画面見えないからもうなんかひたすら頑張って喋るみたいな感じでしたね。電話会、そうね、電話会みたいになっちゃうね。まあでもそれでも全然楽しいっていうか、なんだろう、まあショールームはこうやってまあ顔が映るけど、個人で話はできないじゃないですか。そうなった時に、まあ、個人的なお話みたいなのは絶対そのままできるのでっていうのはあるのかな。そう、暗い画面に向かってひたすら喋るしかなかったんですよ。だからちょっとどんな表情なのかなって想像するしかなかったから、それちょっと寂しかったですね。だからぜひあのしっかり確認してからやることをおすすめします。ささやくのね、いやそれはさ、ファンの方から聞いた感じどうでした？なんか私は全然ファンの方の皆さんの声はまあしっかり聞こえたんですけど、例えば今後そういうささやきみたいなのをやるってなった時に、あの
イヤホンの感じで果たして聞こえるのかっていうのと、あと今一人だからいいけど、この先まあいろんなメンバーも同時にやるじゃないですか。ってなった時に、まあそこまで近い距離ではやらないけど、まあ、他のメンバーの声が入っちゃうのは全然あると思うんですよ。ってなった時にそれささやくと聞こえるかなっていうのと、あと音量調節の問題あるかなって思います。その例えばなんか私的にはその一回ささやき会みたいなのを、まあ、予定してるっていうか、あの考えてはいたんですけど、それってその一つのフレーズをささやくみたいなのでイメージしてたんです。やっぱ秒数とかもあるから、そのそうなった時にね、なんか一つのセリフだけささやくってなったら音量調節ってすごい難しいじゃないですか。普段の会話が聞こえるような設定にしてて、じゃあ今からささやくね、音量めっちゃ大きくしてって、はい終わったってなった瞬間に普通の声でささやいちゃったら、あ、じゃあ普通の声で話し始めたらもう音量大変なことになるじゃないですか。そういうのを考えるとちょっと難しいのかなって。もうだから全て全部の回をささやくみたいになっちゃうのかなって感じはします。でもそうなった時にさ、もっと大事な話をしたい、まあ、そのささやき会をねメインで買ってくださってる方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、そうじゃなくてこの日しか来れないからこの日を申し込んだよっていう方が、じゃあ突然ね、そのじゃあやっと始まりましたってなった時に、私ずっと小声の状態でやってるわけにもいかないじゃないですか。そうなるとちょっと難しい、厳しいのかなって思ったりします。ただね、でも皆さんのそのなんかセリフを募集したりだとかいろいろしたので、なんかもうセリフ大会みたいになっちゃうのかなって。最悪そのささやくのが結構厳しそうだから、ファンの皆さんから募集した割と際どいやつだったりやったりそういうのをもうほんとなっちゃうかなって。そなんか萌えキュン大会みたいになっちゃうからさ、そうなんだよね。でもさ、なんか一回ささやき会みたいな感じで出しちゃってるから、それをね目的で申し込んでくださってる方にはなんかそれちょっとねなんか申し訳ないなっていう感じもするんだけど、でもこれはねちょっと厳しそうだなって思ってる。まあ一人だったらなんとかなるのかなってとこもあるけど、今後他のメンバーみんな集まってってなるとね、なおさら厳しいのかなって思ったり。ね、だから結構厳しいかもな、そうなんだよね。そのなんか聞こえない方が悲しい。確かにそうだよね。ってなるとね、でもね今日まあ確かにね、環境としてはね今日やるのが一番いいのかもしれないけどさ、初回からねそれはさ何の参考にもならないじゃないですか、今日参加しなかった皆さんとかがそれはねまたちょっと困るからね。だからなんかやっぱショールーム限定なのかなって思ったり、初回からはね危なすぎるよね本当癖強め本当に。それこそさ、ファンの方がさ、あれなんか声聞こえなかったみたいになっちゃうじゃないですか。なんかあんなに散々さ、マイク付きイヤホンの方がいいよとかって言ってたのに、向こうの方が声聞こえないんだけどみたいになっちゃったらそれは困る、ものすごくやっぱだから今日は普通にやるべきでしたね。いや本当よ、
声全然聞こえなかったみたいなのすごいいっぱいツイートされたら悲しいもん。やっぱ皆さんの参考になるよ。でもね、あの私まだ時間がなくてしっかり見れてないんですけど、皆さんたくさんね感想だったりツイートしてくださって、あとはその、まあ、今後ねこうおしゃべり会に参加する方に向けてやり方だったりとか、こうした方がいいよっていうのを実際にツイートしてくださってて本当にありがとうございました。なんかそれを見てそのメンバー側だったりスタッフさんも、あ、ファンの方がこういう風に感じたんだったらもっとこうしていかなきゃねみたいなのを話すことができたので、あのファンの皆さんがやってみての感想をそうやってツイートすることって、あのまだこれから参加する予定の方のためにもなるし、あのさらに良くするためのこれからそのメンバーだったりそのアプリ自体だったりとかの向上につながるので、ぜひね、あのハッシュタグ NGT おしゃべり会っていうのをつけてツイートしてくださると嬉しいなって思います。そうだからしっかりそれはメンバーもスタッフさんもそのタグで見てるので、それでぜひね、そうやってくださると嬉しいです。で私まだちょっと全然見れてないのでゆっくり後で見たいと思います。そう、皆さんがそうやってそのタグをつけてツイートすることでこれから先もっとやりやすくなったりだとかいいものになってくると思うので、うん、いやでもまあね、それぞれそのファンの方のそれぞれで、まあ、音がちょっと聞こえづらかったなとか会話の途中で切れちゃったなとかカメラ映らなかったなとか、まあ、それぞれ課題というか問題点はあったと思うんですけど、とはいえ、まあ、まずはこうやって楽しめたので、そう皆さんとしっかりお話しすることができたのでそれはすごく良かったなって思いました。うん、楽しかった。なんかでもね、会話がね切れちゃうとねちょっとあっってなっちゃいますよね。そうで結構あの私が感じたことは、あのまあもうすぐ終わりますよっていうのがつくんですけど、間もなく終了しますっていうのがね、まあ、出てくるんですけど、結構やっぱり久しぶりにお会いしてっていうか、まあ、久しぶりにねこうやってお話しすることができるので結構夢中になって話しちゃったりとかっていうのがあったんですよ。だから結構気づかない、その間もなく終了ですっていうのが意外と気づかなかったりしてっていう方が多かったかなっていう印象でした。だから私が気づいたら私から結構もう話をもしかしたら閉めちゃうことがあるかもしれないです。なんかあ、これもしかしたらちょっと気づいてないかもって思ったら私からあ、もうすぐ終わっちゃう、ごめんね、バイバイって話を閉めちゃったりとかするかもしれないんですけど、それはなんかこうなんて言うんだろうな、配慮っていうかうん、なんかしょうがない部分というかそうなっちゃうんですけど、まあ、ご了承いただきたいなって思います。わ、なんか話の途中で閉められたんだけどとかって思っちゃうかもしれないんだけど、もうそれはもうブツって切れちゃうから、そうなった時にブツって会話の途中で切れちゃってああってなるよりかはこう、ごめんもうすぐ終わっちゃうからまた今度話そうねみたいになっちゃうかもしれない、話の途中で。そう、バファリンぐらい優しいってどういうことや。そうだから、そういうことがねちょっとあるかもしれないんだけど、そこはちょっとご了承いただけたらなって、うん、そう私が剥がしちゃうみたいになっちゃうんだけど、そうブスってなっちゃうよりかは、まあ、そうやってしっかりお分かり言ってからの方がいいんじゃないかなって思ったから、
なんかだからでもちょっとそう言いづらい時もあるじゃないですか。やっぱりすごくね、まあ、久しぶりだっていうのもあってこう熱中して喋っちゃってるから、そのこっちもそれでタイムラグもあるし、こう どうしようどうしよう、これ言っていいのかなみたいになってる間にブツって切れちゃうこともあるから、なんか私がちょっとこうやって手を振り始めたら、あそろそろ終わりなのかなっていう感じでもいいのかもしれない。なんかちょっと会話の途中でさ、ごめんもう終わるからバイバイみたいになっちゃうのちょっと言いづらい時はこう優しく、ごめんなんかそろそろもしかしたら終わるかもしんない、またねみたいな、そういうちょっとあれ手振り始めたらもうすぐ切れちゃうのかなみたいな、やっぱ上からそうやって出てくるのよりかはご飯の皆さんも画面を見てくださってると思うので、こう気づきやすいのかなっていうのはあるかもしれない。うん、巻きなさい、そうね、そろそろごめんねバイバイって感じかな。優しさ、まあそう捉えていただけたらと思います。ぶった切られるよりいい、あ本当、そうそんな感じですかね。あ手振ってくれてるってことはそろそろなのかなっていう合図みたいになっちゃうかも。ぜひあの優しさだと捉えていただけると。でも分かる、常に手振っちゃう、それはあるんだよね、それはある。あーありがとうみたいな、やっちゃうわ、めっちゃやってた、これちょっとまず参考になんないな。わーありがとうって常に画面に向かって手振ってたわ、そういえば。それダメだね、それ常にもうすぐ終わっちゃうのかなみたいになっちゃう、それは困るな、どうしよう。結構ね難しいね、ダメじゃん、めっちゃいい案だと思ったけど、考えたらすごいなんかこうやって常に拍手してるかこうやってました、そういえば。まあでもそうですね、ブツってなるとやっぱりお互いあんまりいい気にならないから、あーってなっちゃうと思うし、まあだから本当になるべくそのブツってならないようにこちらも気づいたら、あそろそろちょっと終わっちゃうかも、また今度話そうねとか、ありがとうありがとうありがとうみたいになり始めたらそうなっちゃうかもしれない。もう本当にでもねこれはやってみての感覚でしかないよね、うん、終わりのサイン考えるかねえ、忘れるんだろうなそれ絶対、こっち側も。だんだん夢中になってくると、ね、確かに今慣れではあるのかな、夢中になっちゃうとね。フリップ出す、あもうすぐ終わり、なんかすごい圧かけてるみたい、でもそうするしかない部分もあるんだろうな。これはやってみてでしかないんだけど、まあ確かにね気づければ一番いいね、あもうすぐ終わっちゃうかもってね、うん、でも意外と、まあ、そのブツってなっちゃうこともあるけど結構まあ気づければまたねありがとうみたいになるかな。でもねこれは結構ショールームでも一緒なんですけど、ショールームもさあのなんだろう、割と最後までちゃんと締めを言って切ってるつもりなんだけど結構そうじゃなかったりするじゃないですか。なんかそれで言うとその私はショールーム普通になんか終えてるつもりなんですけど、なんか下で
パパがそれを見てて、なんかいつもさショールーム切るときブツって切るよねとかって怒られたことがあって、いやそんなつもりはないんだけどって言うのがあったので、なんかそういうのをね、まあ、それがあってから結構余裕を持って止めるようにしてるんですけど、でもそれってこっちはでもちゃんと余裕を持ってやってるつもりでも、それこそラグがあってブツって切れちゃうから、そうなのよ。だからね、今回のそのこれもまたね、ありがとうバイバイって言ったのがどこまで聞こえてるかが結構わかんない。そのブツってなるけど、そのブツってなった瞬間がいきなりすぎてどこまで聞き取れてるのかなっていうのはありました、うん、なんかこっちはさしっかり言ってるつもりでもさブツってなっちゃうからね。今日は突然の別れだったもう本当にそれはね、最後まで余裕を持ってなんかしっかりさそれを見てまたねありがとうみたいに言えればいいんだけど、うん、もうこれもさ感覚をつかんでいくしかないですよね、どうするかね、うん、ブツって切れた瞬間は次の画面に切り替わるの、それこそまあ一回またねーってなってブツってなるじゃないですか。そしたらまたこう次の方と接続を開始するのかな。で、まあ、数秒経ってから何々さんとコラボ配信が開始しましたで出て切り替わるみたいな感じだから、その終わってから次のファンの方に移るまではそうだな何秒だろう、まあでも何秒かはあります。それがそのファンの方によってそのまあ接続の関係もあるのかな、その時間がかかったり、まあ、すぐなんとかさんとのコラボ配信開始しましたに切り替わったりとかですかね。こっち側って音楽流してもいいの？あ、なんかね大丈夫みたい。まあでもそれがさ結構難しいかもね。全然その流す分には多分大丈夫だと思うんですけど、その流す音がでかすぎて肝心の声が聞こえないとかになっちゃったらそれはねなんか悲しいし、全然流すことは問題ないと思うけど、もう音量だったりとかうまくその流してるのだったりとかさ、うん、そうなんかそれが怖いんだったら流さない方がいいと思いますね、うん、なんか聞いてみたら流すのは大丈夫みたいなこと言ってました。部が始まると公式 LINE から通知ね、私もびっくりしました自分で見て、うん、なんか急に自分の LINE 勝手に動いてた。まだ LINE 中身何も更新してないんだよね声がでかすぎる人とか、あ、特に問題なかったです。うん、そのなんかマイクをさちょっと遠いなって思って、あ、声ちっちゃいかもみたいな時はあったけど、逆に大きすぎてみたいなのはあんまないかも。髪色変えても大丈夫。あ、でもさ久しぶりにさファンの方をさこう見ることができて、あ、髪型変わったねとか髪色変えたねとか痩せたねとかありましたよ。結構なんか本当にね、あ、これでこそこうなんかお互いちゃんと会ってできてるんだなって感覚でした。太った本当わかんないよ全然。
気づいてもらえて嬉しくて、でも本当にね、久しぶりにさ、お会いできるとね、そうなんですよ。でもなんかそういう、まあ、髪型だったりとか髪色だったりとか、その痩せた太ったはまあそんな分かんないけどっていう、まあ、そういう変化はね、まあ、あるけど、なんかまあ変わらないなっていう感じでした。なんか皆さん変わらずお元気そうで、なんかやっと会えたなっていう感じだったので、そのもちろんね、そういう変化もあるけど、まあいい意味で変わらないなって感じはしました。そう、いやだから本当にね、その画面がこうさ、例えば名前が最初に出るから、あ、この方だってそうなった時に、パッって画面が映った瞬間に、おおってなります、本当に、うん、シャベットピーク踊っても大丈夫かな。大丈夫だよ、踊ってくださいぜひあ、それでね、こっち側、メンバー側はあの、まあ、イヤホンつけてるんですけど、そのイヤホンがなんか延長コードみたいなイヤホンついてて、全身が映せるようにはなってます。一応じゃあそこで踊ってとか厳しいかもしれないけど、例えばその日の服、今日のお洋服見せてみたいなのはできると思う。どんぐらい映ったかな、割とイヤホンの長さあったので。でもこれさ、今ショールームだとさ横にしちゃってるからさ、また違うんだけど、あのおしゃべり会はね、画面縦だから全身映しやすいと思います。割とちょっと今だとね欠けちゃうんだけどね。そうだから、例えば服見せてみたいなのもできると思う、うん。そう、今日の服見せてできます。イヤホン割と長さあるので、立って全身映すぐらいはできたかな。そのサーヤとの、 あの練習動画みたいなの撮った時に試しに立ってみたらそんぐらいでした。でも今日はさすがにあの全身見せてっていう方いらっしゃらなかったので、あの今日ちょっと立って見てないからわかんないんだけど、ありました。そうだから服見せては全然ありだと思います。ただね、足先まで映るかって言ったら多分そこまでは映んないかな。どこまでだろう、お尻くらいかな、ちょっとわかんないけど、さすがに頭のてっぺんからつま先はできないかもしれない。この前やった時どうだったかな、ギリギリ映ったかな。でもそんぐらい。でもさ、例えばそれでさ、今結構壁、今ね、じゃ壁際まで行ってみますね。今壁際まで行くとこの辺も距離があるんですよ。たださ、今後さ、今一人だからねいいけど、今後、まあ、どういう会場どういう配置でやるかわかんないから、その自分が今座ってるところとさ、壁の距離によってもまたどこまで下がれるかとかもあると思うし、まあイヤホンの長さの問題もあるけどってなったら、まあちょっとまた変わってきそうですね、うん。靴見せて、そうね、脱いでこうやって見せるしかないし、今裸足だしちょっと土足厳禁なとこでやってるので、靴あっちにあるしみたいな感じかな。そう、今一人だからさいいんですけどね、今後変わると思うから、そこはまあ、でもイヤホンはある程度長さがあるので、服全身ってなると厳しいかもしれないけど、まあ、ある程度は見せれるような感じになってると思います。
劇場でショールームやってた時みたいに賑やかになりそう。あ、でも今後そうなると思います。やっぱり隣、さすがにその画面上に他のメンバーが映るとかはあまりないと思うけど、その賑やかさっていうか、その隣のメンバーの声が入るとかは、まあ、その時に近いのかなって思います。うん、声の入り方とかそうなっちゃうかな、今後複数人でやった時。声のね、大きさとかね、結構ありますよね。その、ま、今日初めてだったっていうのもあって、周りにそのスタッフさんだったりとかもいらっしゃったんですけど、なんか結構音を拾うらしくって、なんか歩いてる音とかも割と拾うみたいで、まあ、それがファンの皆さんのところまで聞こえてたかどうかっていうのはちょっと分かんないけど、結構拾うらしいので、そうだからメンバー同士もね、今後結構聞こえちゃうんじゃないかな、うん、あと3分ありがとうございます。そろそろ終わりみたいで、イヤホンしてたらかなり聞こえる。あ、やっぱそうなんだね。そこは結構注意が必要かもしれないですね。まあ、注意するって言ったってどうしようもないことではあるけど、そのメンバーね、メンバーみんなでやってるのでそこはしょうがないけど。まあまずは初日無事に終えることができたのでよかったです。まあ、それぞれね、こちら側もそしてファンの皆さんそれぞれももっとこうすればよかったなみたいなのあると思うので、またお会いできる時にね、なんかもっといい感じでできたらいいなって思います。うん、なんだろう、これからオンラインおしゃべり会に参加する方に向けて何か言うってなるとね、特にないんだけど。ないんかい。まあでもイヤホンは、まあワイヤレスのイヤホンでもいいけど、線があるイヤホンの方が、まあ、確実かなって思うし、あと始める前にそのカメラのオン、カメラの設定を許可するとか、マイクの設定許可するとかをやったりだとか、あとその名前ね、 LINE ライブの名前、割とそれはその次どの方が来るとかの判断になるので、そこは変えておくべきかなって思うのと、あとは何でしょうね、そのぐらいかな。まあ明るい方がこちらとしては見やすいかなっていう感じだったりとか、うん、そんな感じかな。これからね、どんどん分かってくる部分もあると思うので、もうね、今日皮切りにすごいいっぱいあるんですよ、まあ、AKB さんのやつも19、20であって、それもまたシステム変わってきちゃうので、またファンの皆さんは結構大変になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、ここから先ね、このオンラインおしゃべり会続きますので、まあ、徐々に慣れていって、あの楽しい時間を過ごせたらなって思います。まずは今日参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。とっても楽しかったです。そしてこれからお会いできる皆さんもすごく楽しみにしています。ありがとうございました。またね、ありがとう、バイバーイ。